はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。今日は久々にビルダーズ2の動画を上げたいと思います。ちょっと元気ないんですよ。今回私事のその話をさせていただいた後に今回の、建築を見ていただこうと思うので、まあ建築の方はすぐ終わると思うんですが、まあ、よければこのままお付き合いください。ちょっとね、雑談というかそのお財布事件の話をさせていただこうと思うんですけど、まあ、僕お財布をなくしてしまって、で一応ねクレジットカードとキャッシュカードのね再交付の手続きはしたんですが、まあ、現状まだ手元に届いていないという状態で、で手持ちのお金がですね、まあ、おばあちゃんから借りた1万円しかないという状態で、まあ、切り詰めて生活してる感じなんですけど、でね、一回その落とした場所というか落とした時間帯っていうのはもう自分の行動を逆算すると大体分かってたんですよ。まあ落とした日なんですけども、僕友人と遊んでいて、でその友人と8時ぐらいに、まあ、ご飯食べたんですよね。でご飯食べて帰りにコンビニに寄ったんですよ。でコンビニに寄った時点で持ってたんですよね。そっからちょっと離れたところの駐車場に車止めてまして、そこに移動する間でなくなってるんですよね。はい、完全にもう確実にですね。まあもしかしたら違うとこでとも思ったんですけど、まあそのコンビニの時点では僕お茶を買ってるんで、まあ、お財布を最後に使った場所なんですよね。でまあそれでね、財布をなくしたことに気づくのがちょっと遅かったんですよ。で警察に電話して、で紛失届をまあ電話で出して、でやっぱりないと言われてしまって、いやショックですね。まあその中身がだいたい1万円から2万円5000円ぐらい確か入ってたと思うんです。3万円以上は多分なかったんですよ。まあでも結構大きなお金じゃないですか、1万2万って言ったらね。でまあそれをなくしちゃった、まあそれはもう僕のもう本当に不徳の致すところで、誰が悪いって言ったらもうなくした僕が一番悪いと思ってるんで、でもね、だからこう拾ってくれた方とかがいたらせめてもう財布中身はそのお金は抜いていいよ、でも財布だけは警察に届けてほしいですね、本当に。まあ多分落とした日の次の日、土砂降りの雨が僕の住んでる方ではありまして、おそらくもうあのお札とか、まあ、お財布とかびしょびしょだと思うんですよね。まあ、中身を抜き取られて捨てられちゃったとしてもね。でショックだったのが、1年ぐらい前に偶然夏目漱石のね、まあ、旧千円札を見つけて、でそれ大事にあのもう使わないでね取っといてたんですよ、嬉しくて。でもこうそれがですね本当になくなっちゃったのもショックですし、まあ、お財布自体ももう本当長い期間使ってたお気に入りの財布だったので、もういろんな意味でショックがもう30ぐらいに重なって、でなおかつ自分バカだなと思ったり、で現地にねあのおじとおばに乗っけてもらって見に行ったんですよ、雨降ってる中ね。でもやっぱりなくて、で近くのねその駐車場の会社の人とか、あとコンビニとかにもやっぱ連絡してみたんですけど、ないっていうふうに言われてしまって、まあ、本当にもうショックだったんですが、まあでもそんな中でですね、まあ、Twitter とかで、あと LINE とか、まあ、リア友はね LINE とかで、心配して声をかけてくれたりとか、いろいろ教えてくれたりとか、する方たちがたくさんいて、本当にそこだけがもう僕にとってはもう本当にありがたいなっていうような、気持ちでね、今回改めてあのそういったところをね認識させていただきました。本当にまあリプとかくれた方、特にですねあのツイッターの方で本当にありがとうございました。とりあえずねお金の方は、まあ、失った部分もあるんですけどね、キャッシュカードとか、クレジットカード、あとまあ免許証ですね、再交付はしてきました。はい、
すいません、冒頭にちょっとお話長くなってしまったんですが、今回作った建築というのがね、以前紹介した場所からつながってこちら側になっています。はい、こんなお墓がいっぱいある感じになってるんですけど、これお墓なんだと思いますか？これはですね、財布を落とした自分自身への自責の念で心の中で自分自身を殺した数ですね。うん、まあ、本当に俺バカだなと自分を責めましたね。正直現金至上主義みたいなところが僕はあって、世の中で一番大事なものってお金だと思ってるっていうぐらいの、それぐらいの気持ちで生きてるんですけど、まあ、そんな僕が、まあ、その日に限ってたまたまバッグをですね、背負ってというか使ってなくて、むき出しで財布でポケットに入れてたっていう、もう本当に愚かしい部分だったんですけど、まあ、調子に乗って、まあ、友達とちょっと騒いでっていうか、まあ、久々に会った友達だったんで、まあ、皆さんも動画見てくれてる方だったらわかると思うんですけど、ガッツですよね。ガッツとね、いるとすごい楽しいんですよ。うん。すごい盛り上がってね、言ってる中で、まあ、夜暗かったし、雨も降ってたし、そういった中でなくしてしまって、まあ、本当にもう、バカだな、俺と。うん、本当に俺バカだなっていう気持ちで自分自身を殺した数がこのお墓になってます。はい、これじゃ正直足りないぐらいですね。はい、まあ、もっとねプラスアルファで言うと、今回この建築は前回のビルダーズの動画の時に紹介した建築の余り物だけで作った建物になってるんですよ。上とかもすげえ適当なんですよ、ここら辺とかね。でね、やっぱ最近まあ、ビルダーズの動画上げてなかったんでね、なんか作っておこうかなと思って考えてたんですけど、なかなかスランプで、こう、いい建築が思い当たらなかった時に、じゃあちょっともう、その財布を落として絶望した時の気持ちを作ろうと思って今回建築しました。では、この建築の建物の中身見ていきましょう。はい。これです。闇です。これが僕の心を表現した建築です。結構ね、表現する心とか、まあ、感情とか、そういったものをこう表したよみたいな、特に青い建築、青い炎の建築の時やってましたけど、ね、ネットで集団的に攻撃するって話とか、まあ、ちょっと過剰な表現ですけど、自殺の話とかっていうのを、まあ、動画で青い炎建築の時やりましたけど、まあ、そういった意味で自分自身を表現するとしたら、財布を落とした瞬間の僕はこれですね。はい、こんな感じでした。しかもですね、これはもう一回入ると入り口めっちゃちっちゃくしてるんで出れないんですよ。まあ、これアイコンあるんで見えますけど、こんな感じになってるんで結構まあ見づらいということで、うん、これね、こんな感じになってます。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、僕が今表現できるものって言ったらこういったものしかありません。はい、なのでちょっとね、まあもう本当にだってね、僕趣味でね、フィギュアとかぬいぐるみとか集めてるって、まあ皆さん分かってくれてる方いるかもしれないですけど、まあ、そういったものだって手に入れるためにはね、お金が必要ですから。だからまあ僕が言いたいのはね、もしね、そういうお財布とか、まあ、見つけた時とかにね、やっぱりそこでこう一つね、親切心でこう交番に届けてあげるとかっていうのはね、簡単にできることだと思うんで、まあ、もしね、そういうことがあったらね、親切にしてあげた方がいいんじゃないかなっていうのを今回思いました。うん。あとね、それで親切つながりで言うなら、本当にリプとか、まあ励ましの言葉くれた方、ね、本当にありがとうございました。まあ、ちょっとずつね、まあ元気にやっていこうと思います。はい。あとこのテンションの状態なんでしばらく、青夏ラインっていうギャルゲーの方をですね、やる気力がないんですが、まあ終わらせたいんで、
この次あたりはちょっと青夏ラインやりたいと思います。よければご視聴ください。お願いします。では失礼します。